ぱり30周年っていうのもあるんで、必ずファイナルに行きたいっていう気持ちはやっぱ個人的には強いんかなって思ってるんで、通りたい通りたい、もう今日も通りたい、絶対行きたい。名古屋からでちょっと悔しい思いしてたんで、あの自分たちの中でもブラッシュアップしてさらにいい作品で臨めたと思ってるんで、もう自分たちらしくこの作品にふさわしい気持ちとかテンションで踊れたかなっていう感じ。もうキッズ時代と全く違う雰囲気やったり、上がり方ってもう違うっていうのはめっちゃ実感したんで、自分を信じるしかないですまあでも今回で終われると思いたいです。いやもうただ楽しむだけっていう、自分たちが一番楽しむっていう気持ちでいつもやってるんで、僕らも良かったりダメだったりね、いろいろあったんで、いい思いもしましたし悔しい思いもしましたし、最後はいい思いして終わりたいね。ドラマ出て、うん、もう本当全部やられすぎて、うん、結構自信がなくなっちゃって、うん